チャオトゥッティ、ソンの領事。今日はナポリタン作ります。ナポリタン用意したパスタこちらですね。ボルカノスパゲッティってね、スパゲッチって書いてますが、これ結構ナポリタン屋さんが好んで使うパスタで、富山県の工場で作られている日本製のスパゲッティになります。まあ街では売ってませんね。太さ 2.2 ミリね、 2.2 ミリです。4キロで1700円ぐらいかな、 Amazon で売ってます。今日はねこれも使ってもうすでにパスタ茹でてあります。これです。これね茹でおいた方がナポリタンと美味しいんですよ。だから茹で上げたそのままじゃなくて、茹でてちょっと冷ましてオリーブオイルを絡ましたぐらい、まあ、そういう感じのやつをこう炒めていく感じですね。でまずはちょっと具材をカットしていきますので、まずはニンニクですね。ニンニクはねこう叩き潰して、で、その後で細かくする感じかな。まあ、ニンニク全部使わなくてもいいんですよ。要はその香りがこう分かればいいんで、まあ、今日はちょっと細かくね刻んじゃいますね。でこれをこう入れちゃう。最初にオリーブオイルで生のニンニク状態からちょっと結構たっぷりめに、まあこれ普通のオリーブオイルなんで、その辺に売ってるスーパーで売ってる700、800円の安い、まあスペイン産が最近いいんでね使ってますけどね。こんな火かけますわね。で最初ちょっと玉ねぎをカット、大体玉ねぎは1人4分の1系ぐらいかな。こうしてる間もそのニンニクの焦げ方ちょっと気にしてね、焦げないようになるべくしないでます、はい。玉ねぎはねまあ何でもいいんですけど、僕の場合はこういう感じで普通に切っちゃいます。でこれを全部入れちゃう。この玉ねぎをねなるべくしんなりと甘く炒め上げるっていうのが結構このナポリタンではポイントになるんですよね。だから意外とナポリ、玉ねぎをあんまり炒めない店が多いんですけど、ちょっとそれよりもちゃんとじっくり炒めて甘さを引き出した方が美味しいですね。これまあそのまま次に、これですね。これね自家製パンチェッタ、自家製パンチェッタ、大体これで作って3、4日目ぐらいかな。はい、これが自家製のパンチェッタですね。要は豚バラ肉、三枚肉の塊を買ってきてカットして、こういうこう表面こうハーブソルトでこうまぶしてあるんですよ。でこういうキッチンペーパーとかね吸水シートとかにくるんで
置いておくとこういう風になってだんだんこうハム化していくわけですね。今日はこれを使ってやります。残りはもうしまっておいて、大体まあ2人前でこのぐらいかな、こんな感じかな、ピーマン1個分ぐらいの大きさみたいな。で、玉ねぎは弱火でじっくりじっくりこう炒めます。これ時間かかりますよ、はい、で今度はパンセッタを炒めます。こういう感じですね。もっと細かく切ったパンセッタ、ね、ちょっともう下味がついちゃってる状態ですよ。でこれをもうもむろにこう入れちゃうんですね。で一緒にこう混ぜて炒めて、こうね、パンチェッタの油が結構美味しいんですよね。豚肉の油ってあの調味料と同じですからね、旨味成分いっぱいあります。これはあのどんな形でも大丈夫ですけど、まあ、僕の場合だと細切りにこうしてますね。細切りですね。まあ玉ねぎもパンチェッタも細切りなので、なるべくこう食感を合わせる感じが大事かな。ちょっとあの口の中のハーモニーが良い感じですね。でこれはもうすぐ火通っちゃうんで、もう最後の最後に入れます。でそれよりもこれが大事なんです、まあ、だいぶこうほらね、あのいい色あったでしょ、この飴色のこうにあの玉ねぎの感じがいいんですよ、飴色。もうちょっとパンチェッタが焦げた感じの方が美味しいと思いますね。これ一緒にこう混ぜたりすると、はい、これまあほんのちょっとね、隠し味ぐらい。よし、だいぶいいか。で、ここからは強火で刺さっていきますね。まずは、ピーマン入れて。で、強火にしました。一回、コショウを振りますかね。であの4色の胡椒です。まあブラックペッパー、ホワイトペッパー、ピンクペッパーと、グリーンペッパーですね。この4つ結構ハーモニーがいいんで美味しいです。でここにソースをちょっと、で、次にこの辺の味付けはもうお好みなので、自分がいいなと思うようにやってください。僕は少し多めにこう入れちゃいました。これがまあ、ナポリタンのソースになるわけです。よく YouTube でみんなやってるやつはこのケチャップとかをちょっと煮詰めるって書いてあるんですね。酸味を飛ばすためだそうです。もうその辺はそんなにルールはないんで、自由にやった方がいいですね。僕の場合これでもう火通ったらね、これで終わりです。この辺でもうソース作りはもう終了です。で、実はこれ一旦ね、もう上げちゃうんですよ。で何をするかというと、いいですか、これですか、その茹で上げて冷ましてオイルをすっと
沿わしといたパスタを炒めちゃうんです。でこれ結構強火でいきます。あのナポリタン、よくあのベシャベシャのナポリタン多いんですけど、あの喫茶店なんかでもね。でもあの昔ながらのナポリタンってまあ本当はあの横浜のホテルニューブランドとかでやってたやつがそういうやつなんだけど、もうちょっと焦げた感じのナポリタンの方がどっちかというとこうなんか香ばしくて美味しいなと僕は思ってるので、どっちかというとこのサバサバじゃない焦げ目がついたぐらいのナポリタンに行きたいですね。それには最初にまず麺炒めないソース混ぜてからだとあのあんまり焦げ目つかないからですよ。だから麺だけでこうやってこう焦げ目をつけるんですね。おテフロンでやると結構焦げ目つきます。ちゃんとそのあとも強火で放っておく、強火で放っておく。でしばらくするとだんだんとこうやって焦げ目が落ちる。一回こう、はい、ほら焦げ目ついてるでしょ。この辺ね、ついてるね、焦げ目がね。そう、こういう状態ですね。これをある程度つけてあげた後でのこれを混ぜると、それをここに混ぜると。でその前にまず麺を焦げさせないと。これあんまりこうやってないですよ、みんなね。もういいや。ここでこれを入れちゃう。もうここからずっと強火です。もうここでちょっと味見をしていい感じですね。でもうちょっと炒まったらもうこれで終わりですね。この状態でも少し焦げ目をつけるように意識した方がいいですね。いろんなものが混ざった状態でもさらにまた焦げ目をつけようと。もうね、味的にはさっき見たけど大丈夫ですね。あとはその焦げ加減です。結構長い間炒めるんですよ。大丈夫かな、いい感じですね。はい、でこれで完成で、最後にこれにですね、あれを入れるんです。冷凍のしといたすりおろし済みの、粉チーズを振りかけます。うまそうだ。これ絶対うまいな、これやばい。あのすりおろしておいた粉チーズですね。もともとあのこのチーズは、まあ、パルミジャーノチーズとかペコリノロマーノとかグラナパダーノとか、まあ、いろんなそのイタリアの硬質チーズがあるんですよ。でそいつが結構うまみがみんな美味しいんで、何でもいいですよ、もうお好みでね。今日これは、グラナパダーノというちょっとこう甘みのある感じの粉チーズなんですね。これは美味しいですよ。一番高級なのがパルミジャーノレッジャーノチーズですね。これはあのアミノ酸の塊みたいなもんなんで大変美味しいですけど、ちょっと高いんで、まあ、この2番手ぐらいの、この2番手ぐらいのグラナパダーノでも十分美味しくいただけます。はい。
完成です。じゃあ食べようかね。ナポリタンの完成です。はい、じゃあナポリタンいただきます。まずちょっと乾杯。白ワインね。さあどうかな。さっき味見した時は美味しかったけどね。チーズをねよく混ぜるとうまいんだよね。そうそう、この感覚です。シャバシャバしてない、このもちっとしたこのね 2.2 ミリのナポリタン、いただきます。めちゃくちゃうまい。これはやばいわ。自分で作ったやつなんだけど、うますぎます。あの好みでね、ちょっと唐辛子途中で入れると辛みが効いてまた美味しいですよ。あのケチャップって甘いじゃん。で甘さを引き立てるのはやっぱ辛みなんだよね。だからケチャッププラス唐辛子っていう選択肢も大ありです。もちろんタバスコでも OK。 パンチェッタもうまい。さあ、ということでね、今日はナポリタンをお届けしました。ぜひ真似してみてください。では、チャオ。よかったらチャンネル登録お願いします。